大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家兼逆イールド監察隊隊長、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、これほどいいタイミングがあるのかということでね、アメリカの検察当局がテスラを調査と報道と、えー、詐欺行為の疑いでということでね、まあ、ほらしいことを報道するなと、えー、思うんですけれど、これによりましてね、えー、プレマからテスラの 株の方はね、下がっておりましたと。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。ぼっ、ぼっ、僕らは逆イールド観察隊。目下観測史上最大級の逆イールドに育っております。この逆イールドの性質、逆イールド期間が長ければ長いほど、 その後、アメリカはリセッション景気交代、そして株価の下落につながっていくと言われておりますと。さあ、この逆イールドを逆手にとってね、資産を倍増させようというのが、 メンバーシップの目論みでありまして、暴落に備えるということはもちろんそうなんですけれど、その後のね、暴落を使った資産拡大、こちらの方も狙っていくということになっておりますので、ね、暴落の対策をしているだけではありませんと。さあ、しっかりとこのね、逆イールドを逆手にとって資産を増やしたいなと思われる方は、メンバーシップご登録お待ちしております。 40歳から60歳世代が失敗しない NISA 通し、くれかとパテ、食とホテルというチャンネルの方も運営しております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 レバレッジ ETF ってね、分配金が出るんですよね、ということで、この分配金の出先、それは短期公社債やコールロー。こちらから利息が発生すれば、レバレッジ ETF の分配金になる。利息が発生しても運営会社さんの手数料で消えていってしまえば、分配金が出ないということになっております。分配金が出るレバレッジ ETF を持たれている方はお得ということになっております。 さあ、SOXL なんですね。もうこれ、えー、ずっと私のね、チャンネルライブ放送などを見ていただいている方はご存知の通り、レンジに入ってるだけということになります。えー、プレマーケットから場中、うよう曲折あるんですけれど、終わったら、あれ前日比プラス0.12とかっていうふうに、ね、なってて、まあ基本的にはね、えー、もう始まったところと終わったところで対してね、差異はないと。えー、ただ場中は、重くきりね、えー上ね乱高 下るというまあこれがはい SOXL ということでね、3倍のレバレッジがかかっているボラリツキングということになってます。えただえ、プレマーケットの方が、ね、下げてますねということで、冷、まあ、日足の方のねチャートで見るとね、ねよりはっきりとするんですけれど、まず出来高がねここ、えー、ここ4、5日、しっかりと細ってると、えー、もうこれは NVIDIA の、ね、決算待ちじゃないかなと思うんですよね。えー、そして、えー チャートの方を見ましても、まあ、レンジに入ってるだけということなんで、あとは、ま、ま、c p i を通過して、NVIDIA の決算、えー、それらがあるまではレンジかなと。で、その後、レンジの向こうが上に行くのか下に行くのかが見定めて、まあ、下に行くようでしたら、再度インするタイミングっていうのを測る。まあ、上に行くようでしたら、今お持ちの人たちっていうのがどのラインで売っていくのか考えると、えー、いうようなね、えー、状態になっていると。 まあもう今の段階ではレンジに入ってますね、これ以上言う必要はないですよねと、終わりね、40.41で終わってますんで、もうすでにマイナス30%下落より上になっているということになりますので、もうここはね、検知しておくのが一番いいのかなと、まあ、あとは CPI と NVIDIA の決算発表待ちですね。 さあ、テスラ2倍ブル。こちら、詐欺行為で、米検察当局がテスラを調査。まあ、これ何かというと、結果、自動運転のところでね、ちゃんと自動運転、テスラが歌っているほどできていないんじゃないかと。それは、投資家とかね、消費者の人たちを惑わしてるんじゃないかとかっていうことで、検察当局が詐欺の疑いでね、捜査しているって、ロイターが言ってるんですけど、これ、ほんまなのかなということがあります。まあ、この いいタイミングで私はこの情報が出てくれてよかったなと、まあ、逆にロイター様々だなと思うんですけれど、それはなぜかというと、前日に、はい、テスラ、2倍ブル全力で、ね、リバランスかけに行きますよということを、ね、言っておりました、リバランスかけるためには下落していただかないといけないということがありましたので、下落を、ね、してくれるとうれしいなと思ってたんですね。そうしますと、この日の最安値、ね、7.12、そして私が指していたのが7.15ということになりました。 ので獲物の見事に最安値付近で購入することができましたともう1日今日下げるようですとおさらに追加の実談を入れていこうと思っておりますただこの辺りで まあ多分、イノマスクとかこれね、反応すると思うんですよね。えそうすると、また株価戻っていくのかなと、ということでえ、テスラ2枚ブルーの方もレンジに入ってると思ってます。7ドルから9ドルのレンジ。もちろん、下振れすれば7ドル割ることもあるかもしれません。ですけれど、基本的には7ドルラインから、 え9ドルラインをね、えー、行ったり来たりしてるんだけど、ここを使って、しっかりとリバランスをかけていきたいと。さあ、終わり値が7.52で終わっております。こちららののの水準っていうのは52 21.1週の最高値からまだね 60%以上、70%未満ということになってますので、まあ、60%から70%の間、うろうろう、うろうろうとしてますんで、まあ、できるだけ、ね、7ドル前半で購入していきたいかなというふうに、ね、思っております。今ね、最高にいいレンジの期間に入っていると思います。テスラの方はもう決算も終わっておりますので、ね、決算終了後、まあ、7ドルから9ドルのレンジに入っているということを思ってますんで、まあ、このレンジのうちに、ね、どれだけ。 しっかりと原職単価を下げることができるのかどうかということで、とりあえず私が持っております楽天証券300株はマイナス51.97、こちらの方はリバランスはまだかけておりません、マネックス証券210株、マイナス43.98、こちらもリバランスはかけておりません、リバランスかけているのはまずは10日3口座ということで、419株まで増やしております、平均取得単価が8.7982ということになっておりまして、トータルリターン、ドルベースでね、 マイナス14.52ということになっております。リバランス開始が230株からと、前日に68株を購入しておりました、そこで298株。で、今回、121株追加しまして、合計で419株という、ね、ことになっていると。今の段階、ちょっとね、8.7982じゃあ、まだちょっと高いんですよね。ですので、今日もう少しね、えー 追加購入の方をしまして、平均取得単価を下げておいて、その後、上昇の方をね、待って売却していきたいと。これは基本230株というのが基本ベースになってますんで、今のね、追加購入なしで、もし売却することができるなら8.82とかね、8.83とか、もうギリギリで売っていきたいと思いますので、189株を売ります。そしてまたね、8ドル切って7ドル台になった時に買い戻しをしていくと。で これが、この10日3口座でできなくなったときは、次はこの資金を抜いて、マネクス証券に入れて、マネクス証券の口座をリバランスかけていきます。そしてこちらで平均取得単価が上がっていって、マネクス証券の方もリバランスかけれなくなれば、最後に私の楽天の特定口座15.6576、こちらの方をリバランスをかけていくというね作戦でいきますので、なんとか10日3口座を8ドル前半にね、 平均取得なんか持っていきたいと。えー、そしてマネックス証券はなんとかね10ドルから9ドルの間に持っていきたいと。えー、楽天証券の方はなんとかね10ドル前半に持っていきたいというふうに思っておりますので、さあ、しっかりとね、テスラ2倍ブルが本格上昇するまでに手を入れることがねできるのかどうかというところがね、まあ、すごく楽しみですと。平均取得なんか、10日3日は結構下げれましたのでね、ねあとは目標値まで達成すれば次は ネックス証券だと、えー、TMF ですね、えー、今週、債券の入札がありましたということで、ちょっとね、えー、あまり良くなかったということで、まあえー、ここね、数日上げていたんですけれど、ちょっと下げたと、まあ、このあたりもね、結果、レンジに入っていくのかなという気がしますよね。 DPSD の方は相変わらずボリンジャーバンドプラス2シグマが蓋をしているというね状態になってますので、これをね、ぐっと突き抜けていけることができるのか、ここで突き抜けれ,れば3回目のチャレンジなんですよね。そろそろ上抜けていってもいいとは思うんですけれど、まあ出来高がこれだけ細ってるということなんでね、これ CPI 待ちなのか、それとも6月の FOMC まで引っ張られるのかというところをね、まあ観測していきたいと。 えー、QLD の方も上に行きたいんですけれど、どうしてもね、えー、今、えー、上値が重たい状態になっていると。えー、こちらも最高値付近でのレンジに入っていくのかなと。こちらは CPI、NVIDIA の決算、6月の FOMC ということでね、どこかの起爆剤が爆発すれば上昇していくんですけどね。1日遅れのレバナス、5月8日の基準価格は36,134円と若干、ねえー、上昇しております。 10年えこちら10年ものの、ね、入札の方がありまして不調でした。前日のね、3年ものの場合はね、好調だったんですけれど、まあ、ということでね、ボリンジャーバンドマイナス2シグマにタッチしたままということで、ここからバンドオークをね、このまま起こしてくれればね、最高だと思うんですよね。とりあえず再建利回りが高すぎますんで、株式上昇にね、邪魔をしてる、蓋をしてる一つの要因ではありますので、 なんとか10年債、これが4%をね、切ってくるように下がっていただければ株価、もう少しね、上値が軽くなってくると。はい、超短金利差逆転、2年もの10年ものの国債と、これもね、0.339ということで、こちらの方も相変わらずレンジに入ってると。まだまだ逆イールドが解消する見込みはついていないと。ということは逆イールドが解消しなければ株式は 基本的には上昇していくと。ま、のね、株式のレンジの向こうが上昇していただければ嬉しいなと。ファングプラスの方は2日続けてインセンということですけれどね、強烈にした日がついてますんで、まあ、このあたり安くなったら買われるということでね、結構強い指数だなというふうに思っております。1日遅れの ファンングプラスインデックス、イックこちらの方は為替も、ね、加味されますので、最高値更新しましたねと。さあ、どこまで伸びていけるのか。ただね、上値が重たいのは、まあ、どの、ね、指数を見ても同じということになっております。2023年の実績は3月から12月で4663ドル46セント稼ぎましたと。2024年になってからはラブを打っただけですので、243.4と。実現損益ね、次プラスをつけれるのはテスラ2倍。 ブローを打った時ということになっておりましてまあ、本格的にね今リバランスをかけ始めておりますのでまあ、この作業できるだけ長く 続けていきたいと思いますので、リバランス期間が長くなってほしい。要は、テスラ2枚ブルのレンジ期間が長くなってくれれば長くなってくれるほど有利になってくると。普通、レバレッジ型の商品っていうのは、レンジ期間が長くなれば長くなるほど低減が発生して嫌がる人たちがいるんですけれど、何を言ってるんだか、レンジに入ってくれればしっかりとリバランスかけれるじゃないかということに、ね、なりますので、まあ、このあたり実際に保有している人と、 保有せずに吠えてくる人たちとの差なのかなというふうに思います。さあ、利下げの方はと言いますと、もうほとんどね、9月にあるんじゃないかと思っている人たちが多くなってきて、12月にはね、なんと2回目の利下げがあるんじゃないかなんていうふうにね、思っている人たちがいます。まあ、これはパウエル発言などを受けてのことだと思うんですけれど、パウエルさんたちの言ってることとお腹で思ってることっていうのはね、一緒に思わない方がいいんじゃないかなと。とりあえずリップサービスで、あと年、ね、2回。 利下げありますよって言って、バイデン政権に、えー、ね、コビを売っておいて、お腹の中では、そんなもん、インフレの数字がしっかりと下がってけえへんかったら、利下げなんかできるかいってね、思ってると思うんですけれど、えー、皆さん、パウエルさんの表の顔にね、惑わされていませんかということで、えー、さあ、特に私はね、テスラ2バイブル、こちらの方のレンジを使ってリバランスをしていくと、まあ、ほとんどのね、株式って今、レンジに入ってると思いますんで、 まこのレンジを期間を使ってね、まあ、しっかりとリバランスをね、かけれる人はリバランスをかけると。これがその後の株価上昇の、まあ、リターン、どれだけ乗っていくのかというね、勝負のお分かれ目になってきます。まあ私のね、チャンネルではレバレッジ型の商品を使っております。今年のファングプラスのトータルリターンぐらい軽く抜いてやろうと思っておりますので、まあ今年のね、年末、勝負がつくまでお楽しみにお待ちください。絶対に負けない取引、株価が下がれば含み益下がります。 下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株が戻るまで余裕ぶっこいて感染。余裕ぶっこくためには安くなったところでしっかりと購入。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということでね。突如としてね、テスラの方が、 株をね、プレまで落としていまして、えー、なんでかなということで考えたら、まあ、自動運転に関する、ねえー、詐欺行為なんていうね、面白い記事が出ましたので、株価下げております。まあ、今日もね、えー、その要因で、 プレマの段階などはね、下げていって、そしてマーケットが開いたら上昇というところを考えておりますので、できれば今日明日でね、テスラ8ドル台に戻ってほしいなと。そうすれば、うまくいけば1回目の利確ができるんじゃないのかなと思ってます。ただし今回の利確は平均取得単価を下げることを メインにやっておりますので、別に利益は出ても出なくてもいいと思います。ただ損切りはしませんので、要は手数料負けしたとしてもね、ギリギリで利確の方をしていて、平均取得単価を下げることに全集中していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。